お風呂シーンが1、2、3。神回に決まってんだろう。おこんばんは、乙女レニアです。鬼前8話の感想を言いたいと思います。チャンネル登録3000人目指しているので、チャンネル登録お願いします。冒頭から枕投げ。ミオちゃんが死んだ。この人出なし。ミオちゃんの倒れた姿、でかい。からの脇。ブラボー。最初からめちゃくちゃ動くし、このわちゃわちゃ感。もう神回だなって予感させるの最高。冬休みに入り、自堕落な生活をするお兄ちゃん。髪型かわいい。ノリノリ、ノリノリ、ノリノリまさのり。なのかわいいし、服装ね。ジーパンが俺の性癖にぶっ刺さる。かわいい。そして見張りは昭和顔。からのスマホで口隠し、エロ。ゲームをするが、一人じゃ楽しめないお兄ちゃん。ノベルゲームしろ。ここで見張りちゃんの見え。太ももが極上だ。そしたらマヒロンちにピンポーンとインターホンが鳴る。そこに現れたのはチマメタイではなくモアミタイ。いっぱい来たー。なんとまさかのお泊まり会。萌えアニメのお泊まり会は価値格だ。家教員の魂をかけてもいい。ミハリちゃんがマリカープレゼントするけど、神お姉ちゃんすぎる。ちなみに原作だとマリオパーティーなんだけど、体動いちゃう朝日とミオちゃん可愛い。からのハンバーグ。えぐいて、ここまでずっとえぐいて、めちゃくちゃ細かいところ動かしすぎ。ゲーマーなのに負けるマヒロン、クソ雑魚すぎてスコ。そして1億年と2000年前から待っていたお風呂シーン。ユリ風呂だ。一人ずつ入ることを提案するマヒロンに対して、ミオちゃんがペアを提案。ミオちゃんの悪い顔だけどナイス。モミジと朝日に迫られるマヒロン。間に挟まりてー。何この可愛い空間、天国かよ、天国だよ。ミオちゃんが助け舟を出すかと思いきや、初心に帰って朝もみも検討してみては。ダメだ、どいつもこいつも腐ってやがる。マヒロンの出した答えは、見張りとお風呂。きたー。やっぱり見張りちゃん可愛い。神おろし見張りちゃん、神っぽいな。何よりおっぱでかー。隠してるつもりだろうけど、寄せてあげて、うわー。この無言の顔見るタイムが好きすぎる。銭湯は広いけど、うちの狭い空間でのお風呂では恥ずかしがる。そこが燃えて燃えてブヒー。お兄ちゃんが大きくなったな。そうなんです、原作より大きいんです。二人でお風呂入って、ゴク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 、うめー。やっぱり兄弟は最高だぜ。お風呂上がってマヒロンツヤー。くんかくんか、たまんねーな。このまま中しろ朝日。モミジをもっと嫉妬させろ。朝日とモミジでお風呂に、満面の笑みのミオちゃん、おもろ。お前も行くんだよ。脱衣シーンから、空気うめえ。お風呂で恥ずかしがるミオちゃん、かわいい。くそ、俺が一緒に入ってあげればよかった。朝日のワッキー。ミオちゃんの下乳、やばい。お風呂おかわり、ごく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 ごっくん、ブハー。鬼舞最高だよ。ここで朝もみの回想、単行本のおまけをここで持ってくるうまさ。髪の毛のこだわり作がやばいし、回想でもお風呂。もみじを男だと思ってたから、恥ずかしがる朝日、かわいいけど生えてない。原作だとミオちゃんとマヒロンがこの話を聞いて、初恋だったのではって一コマが最高なんです。ここ入れて欲しかった。そしてお風呂ね。何回飲めばいいんだよ、もう飲めねえよ。ごく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 、うめえ。ミオちゃんの体を洗ってあげる朝日。おっぱいドーン。自分と比べてちょっとショックだぞ。本当にありがとう。私生きててよかった。素晴らしいお風呂会でしたね。 B パートは枕投げ。これ原作にはないシーンだけど、これあることによってマヒロンも楽しい、俺たちも楽しい、ウィンウィン、めっちゃいいわ。3人のパジャマ姿かわいい。怪獣朝日かわいいの塊かよ。からの階段、妖怪枕返し。まあまあさんの色違いきた。ここで怖くてトイレに行けないモミジ。マヒロンを枕返しと勘違い。ジョバーなーにー、やっちまったな。鬼舞のノルマ、ジョルのジョバーな、変態だ。ここでお兄ちゃんがお兄ちゃんして、見張りと同期。見張りの表情かわよ。もみじをかばってあげるお兄ちゃん、惚れてまうやろ。からの勘のいいゆりちゅう。最後は朝日が起きて枕返しだ。オチもかわよ。ブラボーブラボーブラボー、素晴らしかったね。8話素晴らしかった、楽しい。制作人の規制のギリギリを攻める変態度には本当に頭が上がらない。アイキャッチも素晴らしいし、ありがとうす。最後まで動画を見てくれたあなた、チャンネル登録3000人目指してね。チャンネル登録、動画が伸びるようになるので高評価、そしてチャンネル登録お願いします。最後に一言言わせてもらうなら、もみじの女の子っぽいパジャマ姿にグッとくる。